せーの、せーで。はい。こんにちは、ひめひめです。そして、はい、ママでーす。はい、ということで今日はですね、はい、とある撮影の帰りなんですけど、はい。あの、なんと、ちょっと、ま、時間がね、できたということで、30分だけ原宿に行こうと思います。はい。ちょっと早くね、撮影が終わって、急遽。リアル30分で原宿を堪能していこうと思います。ちなみに今入ってた。15時31分です。ではですね、今からもう向かいたいと思います。では、始めていきましょう。はい、これ、待って、これ、ママ、あっち。あ、どうしよう。どうしようか。これ、鍵だよ、結構。あの、ちょっと、オーダーも立つよ、とりあえず。ちょっと、マジで、時間ない。時間ない、時間ない。今日、予定があって。うん。あ、オーダー、オーダー。とても寂しい。予定があって、時間がないので、急ごうと思います。はい。めっちゃ早歩きです。あれ？あ、いた。着きました。パパとお兄ちゃん用のマスクを買いに行って行こうと思います。ね、なんかずっとないない言ってたからね。ないない言ってた。ひまちゃん喜ぶんじゃないか、当たりなら。そう、だから行きます。テクニックです。買いに行きます。なんかすごいグミがたくさん。これをちょっとあるものでショート付きやりたかったね。どうしよう。私ピンクが好き。え、なんかすごい。じっくり見てる場所ないな。トトフじゃマスクと、あとこの辺とね。どれにする？やばい、時間が。時間がない。あと何分？あと？え、待って、わかんない。タイム測ってない。9分ぐらい経ちました。あ、でもちょっと走ってきたからね。そう。はい。行きまーす。はい。ピクニックさんでいろんなものをね、購入して、しかもいい面白いグミもあったしね。そう、面白い新しいのもありましたね、はい、で今10分経ったからもうちょっとやばい、やばい。今日ご飯は食べないで、ちょっと、うん、まあ物を買う。そうだね。ありがとうございます。ちょっとさ、やっぱり忙しいね。やばい、人が多い、人が多い、ね、進めない。ちょっとやばい、やばい、やばい。こちら今やばい状態に陥ってる。30分でもうここで打ち切りだから、やばい、やばい。何ある？何ある？何ある？食べ物ばっか入っちゃう。え、食べ物？何これ、ママ。マカロン？マカロンだ。あれ美味しいの、ママ。あのクッキー、マカロンクッキー。え、ちょっと後にして、後にしてみて。マカロンクッキー。どれマカロンクッキー？これ、これ。あ、これ？これ買いたいの？うん。大好きなんだよね。これ一番好き。いいよ。じゃあ1個取ってください。これにしようかな。並びましょう。マカロンの、うん。ママが買ってくれてる間に、はい、ありがとうございます。はい、私は中を見に行きます。冬服めっちゃかわいい。はい、これです。これ買いました。これ美味しそう。でも今日お祭り行くからさ、ママ。そうだよね、食べれないのよ。すごい並んでる。いや、すごいわ。また雨も活気、すごい活気があるね。今日はいいね。よし、じゃあね、今からメガネが欲しいね。メガネよね、ママがメガネが欲しいんだって。どうして欲しいの、本当。だからメガネを見て。ありがとう。どなし？うん、そう。伊達メガネ？はい。あー、いいね。あの、クレープもね、ちょっと、うん、まあなんか一回、超テククラスで、クレープの券をいただいたので。あ、そうそう。あったかな？あったあった。ね、あったじゃない、これこれです。はい。チケットをもらったので、ちょっとこれをね、使わせていただこうと思います。はい、着きました。行きます。ね、見ていい？いいよ、見ていいよ。なんか長野芽郁さんがドラマでこれをつけてたのね。うん、かわいい。このぐらいのが欲しいんだよ。太くない？太い？太すぎだよ。昭和感出るよ、ママ。たぶん、髪の毛が。こんな感じで。あ、いい感じ。
これ、はい、今ママにちょっと時間がなさすぎてママに買ってきてもらったので向かいのクレープ屋さんに買いに行こうと思います。どうしよう。いただきます。やばいやばいやばい。食べた方がいいね。うん、そうです、食べる。ちょっと恥ずかしいわ、これ食べんな。ちょっと一口だけ。よいしょ。はい、どうぞ。いただきます。美味しいですか。はい、じゃあいちごミルクいただきます。美味しいですね。普通すぎる。え、ちょっと待って、まだなんかこれさ、いちごだけ捨てるくらいなんだけど。これはいちごです。ママが今食べたの。美味しい。美味しい。いちごの果肉めっちゃ美味しい。これマジで、うん、美味しい。これもマジで美味しい。やばい。どういう風に美味しいの。はい、社長さんが見てますよ。クリーミー。はい、本当にクリーミー。いいですね。具がいっぱい。ちょうどもう30分だと思う。うん、このクレープ美味しい。やばい。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ぴったり30分。やばい。すごすぎる。すごい。はい、30分の天才かも。ということで、うん、今から、はい、駐車場でももう着くね。うん、もう順調には着く。でも一回通り過ぎたらもう行かない方式で。そうそう、もう今日は竹下通りをつってきて終わり。そうです。いつもならジュッジュッって行くんだけど、うん、スッでしたね。はい、では今からお家に帰ります。でも楽しかった。はい。というわけで帰ってきましたということで、なんと私ちゃんと30分で、マジで30分で帰ってきたの。もうすごすぎ。多分なかなかね、30分で原宿にお買い物に行く人いないと思うんですけど、で今帰ってきたのでちょっと買ったものを紹介していこうと思います。まず一つ目はこちら。ババーン。これマジで好きなの。じゃん。マカロンマスクです。マカロンのこのマカロンの上の生地の部分、上と下の生地の部分を固くしたものですね。固くしたらちょっとラスクっぽくしたものなんですけど、マジで好きで、とてもおすすめです。次はウィゴーで買ったものを紹介します。1個目はこちら。じゃん！これを買ってもらいました、私は。ちょっとこれね、ズボンなんですけど、1000円コーナーにあって1099円です。こういう感じのズボンで、で、なんでこれを買ったかというと、私前にイングでこういうね、トップスを買ったんですよ。で、全く柄が一緒なの。ほら見て。ね、全く一緒でしょ、柄が。だからセットアップで着れるんじゃないかなと思って、ちょっと買ってもらいましたね。いや、マジでいいのよ。これ着たいんだけど、ちょっと時間ないからね、今度着ようと思います。でも、マジでいい。こういう感じです。次、ママが買ってたものがある。じゃん！これはママが、四角いね、縁メガネを買ってました。ちょっと一回借ります。あ、めっちゃいいんだけど、これ指紋だらけ。これ多分ね、いろんな方が触ったんでしょうね。ではママの、こういう感じのメガネです。ちょっと今度貸してもらおうと思います。で、最後はこちら、じゃん！これ私が買ってもらったやつなんだけど、ピンですね、これ止めるピン。私、ユニコーンに乗ってっていうドラマを見せたんだけど、永野芽郁さんが、かわいい。役柄でね、こういう、もう本当にこういうやつを、髪を結んだ後に、これをその上から、こうはめてたんですよ、こうやって。で、それがマジで可愛かったの。で、もうマジで可愛くて、私もやりたいと思ってこれを買ってもらいました。こういう感じです。めっちゃ可愛い。なんかこれつけるだけですごいオシャレになるのでおすすめです。まあ私、今日初めてやったんですけど。はい、これでウィゴは以上です。次はピクニックで買ってもらったものを紹介します。ピクニックは、まずは、じゃじゃん、こちら、お兄ちゃんとそばに、マスクでーす。ピクールです。マジでこれ、うちの家族好きで、このピクールなんだけど、めっちゃ安くなってましたね。で、お兄ちゃんとパパがこのマスクが好きなので、まあ、いつもお世話になってる、感謝のお礼ってことで、これを買いました。マスクですけど。で、次は、こちら、じゃん。綿菓子コットンキャンディーでーす。なんか韓国で作られたコットンキャンディーらしいんだけど、ちょっとショートでやりたいなと思って買いました。次が、これ、じゃん！ナーズロープでーす。なんかママがショートでこれを使いたかったらしいので、買いました。次も、じゃーん！これなんと、せーの。じゃーん！なんと、初めてのおにぎり組でーす。すごい。おにぎり組でーす。じゃーん！こういう感じ、かわいいね。
美味しそう。これもちょっとショートで今度食べようと思います。最後はこちら、じゃーん。ブルブっていうグミなんですけど、とろーりのグミらしくて、地球グミと一緒な会社ので、なんか美味しそうだったからちょっと買ってもらっちゃいました。開けます。じゃん、こういう感じです。なんか目ん玉が飛び出てるのよ、ほら。じゃん、いただきます。美味しい、完璧。だから勉強中に食べたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回は私が原宿に30分で行って、30分で堪能して帰ってきて購入品紹介っていう盛りだくさんの動画でした。30分でなかなか原宿に行って、しかも30分でちゃんと帰れるってことが今までなかったので、すごく楽しかったです。皆さんもぜひ時間がないとき原宿に行ってみてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。デリシャス。今日なんか喉が痒いんだよね。ごめんなさい、マジでごめんなさい。